皆さん、こんにちは。工藤新と申します。昭和28年11月19日生まれの59歳でございます。昨年6月まで青森県農協中央会会長を仰せつかりました。今は猿広口農協理事と、鬼沢地元の鬼沢営農組合、副組合長として頑張っております。うちでは、リンゴ5ヘクタール、正田 1.7 ヘクタール、耕作しております。リンゴは、今年は大変な大雪で、雪害、そして今、春が遅れて、リンゴの花がようやく咲き始めているところでございまして、リンゴ農家は大変、この出来上がり心配している状況でございます。私は、町会会長時代、いろいろと農政運動に携わってきました。今回、TPP という制度が、民主党菅政権時代に突然出まして、政権が変わった今、自民党政権、当時は、野党であったわけでございますが、TPP 参加には随分慎重な意見が多かったわけでございます。しかし、与党になった途端、前のめり、前のめりで、もう7月には協議に入るというところまで来ました。私は昨年の衆議院選挙の時の自民党の先生方の意見、これに関しては騙されたと思っております。国益、政治、これをはっきりと明確にした中での意思表示であれば良いのですが、その辺が全く見えない中での参加表明には愕然としております。何としてもこの青森県の第一次産業、農業、そして日本の農業を何としても守るべく頑張ってまいりたいと思いますので、ご指導、ご支援のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、パチッと質問だ。はい、今回質問にあたっては、様々な人々とたくさん意見交換をいたしました。その中で、何といってもこの格差社会、都会だけがどん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 発展し、地方がどん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 老平化していく。私の地元では、今年の小学校に入学した生徒が9名だったそうです。どん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 この地方が衰退していく。この現状を目の当たりにして、なぜそういうふうな現状が起きるのか。これは何といっても国の制度、仕組み、法律があり、この点を皆でもう少し慎重に考えながら、何としても豊かなふるさとを継続、続けていきたいな、これが強い思いでございます。TPP に参加すると、ますますこれが助長される、こういうことが言われております。何としてもこれは防がなければいけません。一極集中型は絶対ダメです。地方に元気、これを私の使命として頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、投票率の向上ということでございますが、先ほどの青森市長選挙を見ても50% いかない。これはとりわけ政治不信に全てにかかっていると思っております。やっぱりその政治家が本音で政治をしてもらわないと。選挙前にはたくさんいいことを言います。ところが選挙終わった後には通り投薬、そちらの方が優先してしまい、なぜか地元で言っていたことが通らなくなってしまっております。このことが選挙民、市民の選、いわゆる政治離れにつながっていると思います。もっともっと本音で、
本音でやはり地元民と十分接触意見交換をしながら何のためかということを真剣に考えながら本当の意見を組み上げ、そして国政に反映させるべきです。そのことによって皆さんが政治の重大さというふうなものが分かってくると思います。今の状況は口先ばかり、これが先行しているのではないでしょうか。私は何といってもこの現場の声を重視しながら皆さんとコミュニケーションを十二分に図りながらその声を生かしていきたいとこう思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。